優勝戦5号艇の堀之内清子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準優勝戦は1コースからコンマ26のスタート、スタートの方がへこんでしまって3着ということで優勝戦に乗ってこられました。はい、足の方はいかがでしたか。えっと足は前半よりかは良くなってると思うんですけど、はい、うんでも。 そうですね遅れて変わり指しできるかなと思ったけどちょっとその辺が甘かったかなと思いますはい、はい、前半4着でしたが、はい、その時にはスタートは06でしたはい、はい、今節はこのスタートのところの足が安定するかどうかとそうですね、はい、スタートがちょっとビュンって起きたりモサッとなったりするんで、はい、ちょっとその辺が苦戦してます はいまあ、そんな中でも道中粘って3着に来ましたから優勝戦には乗ってきました、はいはい、最終日は天候も変わってくるんですが、はい、調整面ではでは、いろいろ考えていきたいところですすかか、はい、最終日どうなるんですか <laughs> 天気が晴れて,晴れて気温が上がってくるということなんですがすら頑張りま枠が今度は5枠ということになりましたから、はい、足の仕上がりの方もその枠を意識してということになってきますかね。うん、もう でも、もうどのコースでも、はい、六回ターンマークちゃんと回れるような仕上がりに、はいはい、したいと思います。その日の天候にしっかりと合わせて、はい、はい、あとはバシッと最後スタートを決めたいところですね。そうですね。はい、はい、前回の優勝は昨年の12月の大村で、はい、これは男女混合戦で、まあ、繰り出して優勝されています、はい。はい。そういうのもありますよね。そうですね。はい。はい。<laughs> では、優勝戦向けては、こう、はい、作戦面は、もう、あ、九番あたりからなりますか、はい。そうですね。はい、コースは。 はい、基本自分のコースからあ枠からいきたいと思いますはいわかりました、はい、前回の地元優勝は12年の1月ですから、はいはい、ちょっと久々になりますね、はい、そうですねはい、はい、地元 VM に向けての一言お願いしますはい、はい、ちょっと明日までには元気出してはい、頑張りたいと思いますので <laughs> 応援よろしくお願いします